こんにちは、カニバリズムです。まずケンさん、お誘いありがとうございます。知らない人もたくさんいると思うんで、自己紹介させてください。ボーカルリョウです。ギターのケイです。ベースのユチです。なんと俺たちこう考えてみると6、7年ぶり、なんでね、なぜ今やるのとか思う人もいると思ったんで、ちょっとコメントをしてみたいなと、させてもらいたいなと思って集まりました。どうですか？そうね、さすがに6年ぐらい経つと ね、まあちょっと不思議な感じもあるというかね。まずこういう機会、なんか自分たちだとなかなかね、こうお互いスタンドやったりとか、常に音楽活動をしっかりやってるから、それに向かって走ってるから、自分たちだけだとこういう機会っていうかね、なかなか作ろうってなんないんだけど、まあね、11月23日に2人がやってる、続けてるバロックと僕が今参加させてもらってるバンドスケキヨで、対バンすることが決まって、まあそのよしみじゃないですけど、ケンさんがカニバズミやってみないって言ってくれたこと、こういう機会を与えてくれたことに個人的にまず感謝かな。どう OK は？そうですね、今言ったみたいに、経緯としては、今回パーティーズをやるってなって、で22日の方が、セッションの日になってて、でその日ちょうど、次の日にね、バロックとスケキヨがいて、カニバリズムの3人がいるから、揃ってるんだから、ちょっと3人でカニバリズムのセッションやってみないって提案してもらったのがきっかけで、それを聞いた時に、何にせよ3人で会ってみないと、ね、分からないし、みんなで話してみないと何とも言えないんで、ちょっと話してみますっていう答えを言ってて、でこの前ちょうどそのバロックのスタジオにユッチが遊びに来てくれて、で3人で話したんでね、それぞれ会ったこと最近はちょいちょい会ったりとかしてたけど、3人で会うのすごい久しぶりだったから、でまあ実際こういう話あるけどどうするって話した時に、みんな一人一人こう素直に思ってることとか感じたこと話し合ったりして、でまあ結果手取りついたのが、久しぶりにちょっと演奏してみようかっていうのが、答えだったのかな。そうね、でやっぱこういう機会もらって、ずっともしかしたら待っててくれたファンの子たちにはすごい申し訳ないんだけど、これが完全復活するとか、これから先継続的にまたカニバリズムやりますっていう話では全然なくて、とりあえずこの、22日に演奏しようかっていう話にしかなってはいないんだけど、なんていうのかな、すごいもう本当6、7年ぶりだし、ずっとファンの人たちにはこう何も言わずこう活動が止まってた状態だったから、この場でそう久しぶりにやるってことが正解なのか、みんなが喜んでくれるのか悲しむのかちょっと分からなくて、すごくいろんな思いがあると思うし、複雑な、状態だと思うから、だからこう説明するのにこうちょっと自分たちの声でこうやって動画で説明したいなってなったんだよね。そう、文章だけじゃ伝わらないな、じゃあ俺たちの思いを、伝えましょう。いろんなやっぱ、疑問があると思うから、だから現時点だと、さっき言ったみたいにこう完全復活するとか、これからやりますとかいう話はこうないんだけど、この日に3人いるし、久しぶりにカニバリズムとしてカニバリズムの曲を演奏しようかってなったっていうところなんで、そうだね、だってこうユッチーとさ、バロックとスケキヨでもさ、こう一緒のステージに立つのって初めてじゃない、そう、やっぱそこでも俺すごく嬉しくて、でその機会にやっぱ集まったら、じゃあケンさんもやっちゃえばっていう本当一言って、そう ね、やっぱ言われたことに対しても答えてもいきたいし、やっぱ純粋に俺、ああじゃあやってみるみたいな、本当そのぐらい、なんかこう今、俺たち2人バロックやってて、ユッチースケキヨがやっていて、なんかみんなお互い充実してるし、そうね、そうすごく未来向いてて、ポジティブな活動できてるからこそできたのかね、そんなやろうかっていう気持ちになれたのかな。そうね、それはでかいかもな。そうだよね、そんな話はこの前してたよね。ちょっと長くなっちゃったんだけど、そんな経緯で今回はダンスマブになったんで、ちょっとみんないろんな思いはあると思うんですけど、ぜひ今見に来て、久しぶりに、そうですね、3人の演奏を聴いてくれたらなと、そうだね、思ってます。数曲やると思うんで、ぜひ楽しみに、しててください。数曲やるの
俺別にいいよ。もうこういう状況です。そうだね、まだ曲も決めてないし。そうだね。うん。そう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 。まあもう本当変な話、サポートしてもらうドラマの方も決めてないし。うん、これからね。ちょっといろいろ。ドラムが見つからなかったらやれないかもしれない。もしかしたらカニバリズムできないかもしれない。まあ、そうじゃあドラムですね。そうですね。まずは、ね、いいよ。はい。こういうねムードを見せたかったね。うん。こういうバンドなんでぜひよろしくお願いします。じゃあケンさんもありがとうございました。それでは会場で待っています。カニバリズムでした。どうも。